愛知県にあるゴミ、屋敷ゴミ屋敷とは、ゴミが、のずみの状態で放置された、ゴミ集積所ではない建物もしくは、土地のこと。居住者が自ら出すゴミは元より、近隣のゴミ集積所からゴミを運び込んだり、リサイクル業を営んでいるとして、ゴミを溜め込んだりする。精神医学の検知では、脅迫性障害の一つに脅迫的ホーディングがあり、異常行動の一つの類型として、 収集壁が生じることが報告されている。悪臭や、ネズミ、昆虫の発生等により、近隣の住民に被害が及ぶほか、ぼやや放火などの犯罪にあいやすいことから、問題視されており、主に民放テレビキー局のワイドショーやニュースで、報道され、社会問題として取り上げられている。以下、一般に、社会問題として取り上げられたケースについて触れる。無論、 発生の状況には様々なケースが存在し、事象の全てについて網羅したものではない。広く報道されているケースでは、ゴミ屋敷を作ってしまう人の多くが、その土地、家屋の所有者本人であり、中には周辺に不動産を複数所有する資産家であることが少なくない。その多くは老齢で独居である。知人友人がなく、親類縁者とも疎遠で、 地域住民から完全に孤立している。一度ゴミ屋敷となると、住人の身での片付けが困難になり、より悪化するという悪循環に陥る。一般に、ゴミとされるものについても、法的には所有権が存在しており、第三者から見て明らかにゴミが堆積していても、本人がゴミではないと主張した場合、近隣住民や行政が介入し、強制的に排除することは困難である。 また、私有地の場合、正当な理由なく立ち入れば、住居侵入罪等が成立するため問題解決は、より困難になる。別のケースとしては、住人不在のまま、長期間放置された民家や不動産物件に、近隣住民がゴミの不法投棄を繰り返し、現有者がこれに対抗措置を取らないまま放置したため、発生するものがある。この場合は、 近隣住民のモラルのなさと不法行為が原因であり、ゴミ屋敷の所有者に起因するものではない。異常行動としてのホーディングは、世界各国で報告されているが、現象面としてのゴミ屋敷状態が発生する背景には、多様な状況があるため、一概には判断しづらい。発生に至るまでの背景には、様々な自由が存在するが、報道として取り上げられるケースでは主に以下のような、 事例が報告される。また、このような自由に関して、当事者自身が事態の深刻さを自覚していないことが多い。異常行動として、その他にも2008年の静岡県三島市の事例では、居住者の老人女性の安否が不明であるとして、高齢者虐待防止法を根拠に行政が介入した。大分県別府市では5万円を上限とした、生活環境改善援助事業の例がある。 強制撤去の費用を家主に求める条例は、杉並区、大田区、荒川区が定めている。また、東京都足立区では強制撤去の費用を家主が負担できない場合、区が100万円を上限として負担する条例を、制定に向けている。ゴミ撤去について自治体が費用を支援するのは、全国的に稀である。2016年10月23日付の毎日、新聞によると、 ゴミ屋敷に対応するための条例について、同新聞が、政令指定都市や、県庁所在地、及び東京23区の計74区を対象に調査したところ、条例を制定しているのは、調査対象の自治体のうちの16%にあたる16区のみであることが明らかになった。有識者からは、ゴミ屋敷化は、高齢者のみならず、誰でも起こり得ることであり、自治体任せにせず、 日本政府が対策を講じるべきだとの指摘が出ている。京都市では2014年11月に京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例が施行され、この条例に基づいて2015年11月13日、市が50代男性宅の玄関前に積み上がったゴミを行政代執行によって撤去した。私有地に放置されたゴミの強制撤去は、 全国初となる。撤去に至った経緯は、玄関前通路のゴミが2メートル近く積み上がっており、これより奥に住む住民の通行を妨げ、避難時や救急搬送時などに命を脅しかねないと判断したため、ありがとうございます。